おはようございます。今日は7月の、20日ですね。まあ円安がね進みますね。まあずっと申し上げている通りで、もうこれは不可逆性と言いましてですね、元に戻れない、そういう現象です。ただですね、あの日銀の黒田総裁は何を考えてるのかな。もう任期ももうないですし、このまま突っ切るとですね、とにかく、まあ、終了ということ。それともう一つはですね、世界の中で日本だけですよ。この金融緩和してるのは。ということはですね、さらなる円安で、もう途方もない円安を狙っていて、で、世界の各国が、まあ、利上げしてる中で日本だけですね、どんどん円安になっていく。そうするとどうなるか。日本が中国化すると、まあそんなことを狙っているのかなと。まあそうなればですよ、またあの日本に工場が戻ってくると、で世界、まあ、世界というわけにはもういかないですよね。デカップリングが来てるんで、西側諸国は日本にいろいろなものづくりを依頼すると、まあ、いうことになるのかなと、まあ、一発逆転ですよね。そういうことを考えてるのかなと思うしかないですよね。これ以上円安がまだまだ続いていくとしたらですよ。で、その時になって初めて企業もたまらんということで、まあ、あの賃金を上げるという可能性はあると思いますが、今のままでいくとですね、物価上昇に賃金は追いつかない。なぜかというとですね、この輸出企業が日本に存在する輸出企業、これどれだけあるかということ、そして円安によるこの効果どれだけ見られるのか。で、企業はそれを、まあ、株主の言うことをですね、まあ拒否してというか、賃金を上げることができるのか。まあ、株主はね、やはりその配当に回せと言ってくるでしょうし、今まで結局そうなってないから、あれですよね。なってないからというか、株主資本主義になってるんで、儲かった分はみんな株主に行くと。で、働く人の賃金は上がらないということは続いてきたわけじゃないですか。それが、ある敷地から円安がもう途方もない円安になったら変わるのか、まあいうようなことを考えてるのかなと、まあ思うくらいの円安のスピードですよね。